くり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、中級者以上向けのテーマ、3年間で1400万円をかけ生み出した、エルメス購入戦略、について紹介するぜ。ゆっくりしていってね。今回の教材は、エルメスのアイテムを購入するための秘策、エルメス購入戦略を、学べる教材だぜ。実は、この戦略は、もともと非公開の予定らしいぜ。けど、多くの皆さんからのリクエストや、サービスの利用者からの要望に応える形で、今回公開することにしたらしい。なんでみんながそれを知りたいのかしら？それはこの戦略が、エルメス製品を手に入れるための極秘の方法であるからだ。ハッチさんがヨーロッパ、アジア、アメリカのエルメス店舗で行った分析や、1400万円もの投資と、3年間にわたる労力、時間、経験を経て、作り上げた教材なんだ。これはすごい教材ね。そうなんだぜ。この戦略を使うことで、1400万円の投資資金と、3年間の時間と労力をかけなくても、エルメス製品の知識や情報を、手に入れることができるんだ。それに貿易や卸売業に携わる経営者にも、役立つ情報なのね。ああ。さらに、この戦略は応用が効くんだ。つまり、自分のニーズに合わせて、活用できるってことさ。それは本当に役に立ちそうね。この戦略はハッチさんの宝物でもあるんだ。これまでの経験、情熱、時間、お金、すべてを注いで作り上げたものだよ。ハッチさんはこの戦略の公開を、決断した瞬間から、購入者が喜んでくれるように尽力してきたんだ。それは素晴らしいわね。みんな、ぜひこの貴重な情報を活用してみてね。というわけで今回は、中級者以上向け、3年間で1400万円をかけ生み出した、エルメス購入戦略を紹介しました。この情報を正しく学んで使えば、エルメスのアイテムが手に入るチャンスが、ぐっと広がります。ハッチさんの無料ノートもあるから、商品ページから学んでみてね。気になった人は概要欄にリンク貼ってるぜ。ぜひ飛んでみてみてね。高評価とチャンネル登録もお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。